サザエのつぼ焼きサザエのつぼ焼きは巻貝のサザエの料理法の一種。つぼ焼きはつぼ状の調理器の中で蒸し焼きにするもののほか、巻貝の貝殻をそのまま調理器として使う料理法をも意味する。後者の料理法が代表的な事例である。おそらく当初は漁師の浜料理で、その起源は不明である。最初はサザエをそのまま焚き火などに投入し、 海水で塩味をつけるという程度のシンプルで野趣ふれる料理だったものと思われる。つぼ焼きであったかどうかは不明だが、1588年に豊臣秀吉が雇用税天皇を受落台に招いた際の献立の中に小サザエの文字を見ることができるという、現在の形に似たサザエのつぼ焼きは江戸時代には登場していた。例えば、実編者19の 東海道中膝クリンゲには、ゆいのあたりで、うるは、サザエのつぼ焼きやという言及がある。また、江戸時代後期の随筆、ぬ物語には、久文流という力士の逸話として、サザエのつぼ焼きを16、7もくらいという表現がある。このことから、遅くとも、江戸時代中期には、浜料理から出して、商品としてのサザエのつぼ焼きが売り出されていたことがわかる。 明治時代に入ってからは、例えば報道画家、山本松谷の風俗画法のうち、銀座地倉前縁日に、サザエの壺焼きを商う屋台が描かれており、サザエの壺焼きが海辺の町から都市部に進出してきていたことがわかる。サザエの壺焼きは広く分布する料理であるため、作り方は地域や時代によって多くのバリエーションがある。ここでは、 代表的なものを二つあげる。一つは、サザエをそのまま火で炙り、醤油などで味付けをし、焼き上がったら取り出して食べるという素朴なものである。この場合、サザエの実は丸ごと殻の中に入っているが、最後に出てくる砂袋は苦味があるため、人によっては食べない。もう一つは、一旦サザエの実を貝から取り出して、砂袋などは捨て、残りの食べられる部分を、 一口大に切り分け、それを貝の中に戻して焼くというものである。この場合、サザエ以外にもエビ、銀杏、ナン、シイタケなどを交えたり、単に醤油を垂らすのではなく、出汁を張ったりする場合がある。料亭などでサザエのつぼ焼きが出される場合は、このタイプ残ったものであることが多い。ありがとうございます。